ドライアイスで、イボを撮りたいと思います。ちょっとなんか、映像ではわかんないかもしれないですけど、ここなんかボコって膨れてるんですね。ちょっとイボだと思うんで、ドライアイスで撮りたいと思います。ドライアイスはスーパーで冷凍食品とか買うともらえたりします。うわ、嫌な音する。これ嫌な音する。嫌な音する前に掴めないっていう。この辺だと思うんだ。弱いかな。地味に痛いんですけど。これでウイルスをやっつけます。イボのウイルス。これ1週間に1、2回やるといいと思うんですけど。んまりやると、いや、本当にただのやけどになっちゃう。本当は液体窒素はいいんですけどね、持ってないんで。これ自己責任でお願いしますね、自己責任で。こんな感じだと思うんですけどね。ここら辺か。結構痛いっすよ。結構痛みに強いんで。いや、そんな強くないかも。どうなんだろう。結構我慢する方なんで、意外と。まあ、この辺でいいでしょうか。ヨクイニン飲んでるのにこういうのちょっと嫌なんです。ヨクイニン効いてんのかな、ちょっと不安になっちゃうな。はい、ということで以上です。あ、ちょっと痛くなってきた、指が。あ、こんな感じですね。液体窒素、あ、ドライアイス。はい、以上、後藤輝樹でした。